のさんお疲れ様です暗号通貨案件いや本当にこれはね昔から今に至るまでそして今後もですけどもまあ知味もうと言いますかわけのわからない世界ではありますよね。暗号通貨系の YouTuber さんっていうのは結構いたはずなんですけども今ね長続きしてる方ってまあほとんどいなくっていたとしてもいろんな話して,してる中で暗号通貨の話もちょっとしますよぐらいのものなんですよ。 まあそのぐらい解読不能で法則が見いだせないのが暗号通貨の世界でございます、まあ、私もこうやって暗号通貨のね情報発信をいまだに続けてるわけなんですけどもまあでもねそういえばねマイニングってどうなったんだろうみたいな感じはありますよねマイニングってどうなってるんですよねうんまあノクさんのお話しくださった案件その話感想については下の概要欄に貼ってますんでご覧いただきたいんですけどもそれを踏まえても暗号通貨の世界ってのは ああれどうななったのみたのみいなことが結構ありますよねえそもそも投資っていうのはビジネスみたいに甘くなくってビジネスっていうのは信頼関係によって成り立っているんですけどもでも投資っていうのは信頼関係っていうのはあんまりないんですよどちらかというともう信頼というよりも信じてますお金を預けますみたいな多くのユーザーとそれを預かって自分のためにね自分の利益のために始める人うんだから プロジェクトがうまくいかなくなってもすぐに撤退してしまったりとか、あとはプロジェクトに関わってる人同士で内輪模様があったりとかしてね、分け前のこととか、儲かれば儲かったでそうやっておかしな話になって、で、ユーザーには全く配られないってことも結構あるんですよね。あとは外的要因、本当か嘘か分かりませんけども、まあ、コロナの影響でみたいな感じで立ち気になったものもあると思いますし、それからね、いつまで経ってもホワイトペーパーが配られなかったりとか、そもそも その案件を紹介する人がインチキな人だったりとかねそういえばノアコインとかスピンドルってどうなっちゃったのかなって私よく話題に出すんですけども結局ね、まあ、有名だとされてる方でもこんなもんなんですよ <laughs> だから有名無名にかかわらず自分で判断しなくてはいけませんしその自分の判断ってのはほとんどの場合当てにならないっていうふうにねやっぱ疑ってかかった方がいいのがこういった暗号通貨の話だと思うんですよ だからね、当たるも発揮、当たるも発揮みたいな感じです。まあ、だからこそ、一部の人が大きく利益を取れるっていうね、まあ、夢や希望があるわけなんですけどもね、基本的には当たることはないと思いながら、本当に自分の必要最小限の金額で、ちょびっとやるぐらいがいいと思います。まあ、なんせね、競馬とかパチンコとか、競艇ですか。こういった競技って、ほとんどやらない人がいきなりレース場に行って、戦略も戦術もないじゃないですか。 ね、勝つ可能性は非常に低いわけですよせいぜい競馬に初めて行った人があの馬の名前いいなぐらいで買うようなもんなんですようんそんな感じなんでね当たれば奇跡当たらなければ当たり前というふうな形で参加するのがちょうどいいかなと思いますそういえばノアコインとかスピンドルってどうしたんですかね <laughs> まあクローバーコインと同じ運命をたどるんでしょうかそういえば GACKT さんって最近お金持ち羽振りがよくってまた豪邸立てるらしいですよね スピンドルに参加した人はどうしたんでしょうかね <laughs> はいえー、まあノアコインの泉さんはね出てこないですしねまあ出てこないって言ったって別に YouTube に出てくることだけが出てくることではないと思いますけどもそれにしても40万ヘクタールのノアプロジェクト一体どういうふうになったんでしょうかそれをポワーンと信じて私にね目の色を変えて紹介してきてくださった方がたくさんいたんですけども今合わせる顔ないじゃないですかでもそんなことないんですよそういうもんだから大丈夫ですから またね、会いに来てもらいたいと思います。さあ、そしてですね、体の枝に関しましては、確かに上場後、値段は大きく上がってですね、得をされた方は結構いると思いますけども、体の枝の可能性を信じて、やっぱこう、ガチ保っていうかね、未だに保有しているだけのまんまの方っていうのは、その体の枝の歴史を結構見てると思うんですよ。最高値いくらとかね、そして苦しかった冬の時代、1円、2円、3円、5円の時代。いやー、なんか懐かしいですね。 こういうふうに決済しなくてもいい通貨をずっと持っていると冷静にその姿が見えるのかなと思いますしそれからねああ本当にいろんな ICU があったけどもたまたま当たってよかったなっていうふうに思えるんですよだって体の以上に魅力的なセールス聞いたり見たりしましたからねじゃあそれが今どうなってるかっていったら消えてるわけですよでそういうな意味でも冷静に結構見れると思いますしあの 他にもね、あのー、ビットリージョンとかね、他にもね、様々な、なんかよくわかんない、日理何パーセントみたいなのが踊りましたよね。うん。まあ、随分、気の毒だったですね、ああいうのもね。うん、まあ、体のがあるから、いつもブレずにいたかなっていうところもありますんで、そういう意味でも、チャールズ・ホスキンソンさんのプロジェクトに感謝かなっていうところあります。はい、ノクさんがね、いろいろとお話くださったんで、私の方からこれぐらいにしておきましょうか。 うん、無何仮想通貨無敗の男が負けた人とありますそうそうだから勝ち続けた人も、うん、これからもどうなるかっていうこと本当分かんないんですよこれは本当にねあのノクさんが言われたようにチャールズ・ホーシンソンさんってビットシェアーズとイーサリアム2つの通貨を当ててるんですけども3本目がどうなるかってことは分かんないんですよねむしろここでやめておけば100%だったのになっていうふうなあ挑戦したがゆえにね 台無しになってしまうっていう例も結構ありますんでねだから新しい挑戦には失敗がつきものという風に考えていくことができると思いますあとせっかくいいプロジェクトでも規制が入ったりユーザーが反応しなかったりとかね時代が早すぎたりとか様々な要因がありますんでね本当に投資ってのは分かりません その中でもも仮想通貨投資ってのは最も難しいいと思います。一番簡単なのは私はドル円の FX だと思いますのでどうしても投資がしたかったらドル円の FX から始めるのがよろしいかと思いますそうするとだいぶ市場が見えてくると思いますそれじゃあいってらっしゃい